おお。どうも、ゴルフレッスンプロの菅原大地です。今日も横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております。今日は質問に答えていきたいと思うんですが、アーミさん、私のスイングがどちらかというとアウトサイドインのカット軌道なのですが、理想のインサイドアウトは意識しなければ描けない軌道なのでしょうか、何かコツでもあるのでしょうかという、ことなんですけども、インサイドアウトにするには意識したらいいんですかということなんですけど、これはまあもちろん人によるというね、まず第一は。で、私の動画の中でも力の伝導とかいろいろやってますけど、まずこう腕を力抜いて右に左にっていうこう力を抜いて腕を振ったら、まず基本インサイドアウトだよねっていうのが分かりますよね。まあ、でもこういう重たいクラブを持ってこういう構えを作って腕で振るみたいな、まあその一歩間違えるとアウトサイドイン軌道にまあなる、特に男性なんかは力があるんでアウトサイドイン軌道になりやすいんで、別にアウトサイドイン軌道が悪いとは1ミリも思ってないんでね、前も動画でそのフェードの打ち方とかフェードの必要性については言ってるんですけど、ただこう楽にやっぱアマチュアゴルファーの方が楽に遠くに飛ばすってことを考えると、インサイドアウトというですねクラブが巻きつく軌道になってる方がいいんじゃないかということで、私は基本的にドローが、打てるような打つためのまあレッスンを基本的にやっているんですけども、でドローが打てるとかマスターしたらまあフェードも打てた方がいいよねっていうことで、いろんな動きをまあ次のステップありますけど、まあ、今日はその意識した方がいいのか否かということで、まあ、まず意識した方がいいですよね、したいんだったら。で、まあ、どういう意識をしたらいいかっていうのは、一つは今言ったこの腕をまあ振ってみてこうインサイド8の字をこう描くこういう素振りをすることと、まあ、単純に練習においてはですね、まあ、最初はクローズスタンスにしたりしてこのクラブの軌道、まあ足元にクラブを置いたりしてもいいですね、その軌道を確認するために。で、小さい動きから、ね、こう自分の体その向きに対してクラブをこう右に振る感覚っていうのを養っていくといいんですよ。っていうそんなレッスンはいくらでもあると思うんですよ。ということで今回ですね、これの質問を見てやっぱインサイドアウトにしたい人がいるんだなっていうことで思いついた素振りがあります。おこれは誰もやってないんじゃないかお、オリジナル。そう、名前をね考えてたの、その素振りの。おムーンサルトショットっていう素振り、名前はふざけてますけどテーマはめちゃくちゃ真面目なんで、うん、これの素振りできたら絶対インサイドアウトになるでしょうって思いついたやつなんで、この素振りね、これ打たなくていいんで、まあ、ちょっと後で僕打ってみますけど、うん、打たなくていいんで、素振りムーンサルトショットです。ちょっと右足引いて、うん、すげえ、なんかソフトボールのピッチャーみたいですわ。丸、うん、もうこのムーンサルト、わかります？うん、なるほど、そこがムーンサルトで丸をもう描く、この後ろから見たアングルに対して丸を描く、うん、そういう素振り。もうバックスイング、そう、おこんな素振りした人を見たことないですね。見たことないですね。それは果たしてゴルフなのか。これは新しいと思う、うん、ふざけてるようでふざけてないですから、ね、うん、アウトサイドインで悩むっていう人のためのこれ素振りなの、うん、こんだけインからアウトっていう、わかります、うん、どれだけインサイドアウトかっていう。本来理想的な私が思うインサイドアウトはまあ5度、0度から5度くらい右、うん、ちょっと右でいいっていう、ね、それをもう90度右に振ろうっていう、そういう素振りなん でこれはインサイドアウトのイメージを作れるんじゃないかという、そういう素振りでございます。ただ、打ってみようっていうね、これ打たなくていいですよ実際に。こうなってうまく手を逆じゃないですか、そんな意外と左足寄りでいいんじゃないですか。そうだね、うん、ボールの上打っていく。あ、やっぱ機動的に厳しいですね。思ったよりクラブが出ちゃう。あ、まあまあそれ理想する。多分
なってました。ちょっとなってます。なってると思います。ムーンサルトなってます、ね。もう一丁いきましょう。ここなんだよね。スルーの。うん、おお。めっちゃ曲がった。うん。ちょっとその動画では伝わらないかもしれないですけど、右のネットに出て、うん、あの170の看板まで曲がってきました、ね。打つのはどうでもいいんですけどね。まあ、今日はとにかくこの大きな円を描くように、まあ、素振りでやった方がいいですけど、打とうとするとまたねちょっといろんなものが当てようみたいなね。変なところがかかってくるんですけど、まあ、まず素振りでこういうねムーンサルト円を描こうという満月を描こうというそういう腕クラブの使い方をしてあげて、まあ、その少しちょっとこうイメージを持って軽くクローズスタンスちょっとでですね、あの強く打とうとしないでください。こうね打つ練習はゆっくりな練習で、とにかくで、だんだんまっすぐのこうね、バックスイングまっすぐの軌道からちょっと内側にこう入るみたいな、そういうイメージ。まあインサイドアウトって気をつけなきゃいけないポイントは、こう体重移動できてないとものすごい煽る動きなんで、手前めちゃくちゃダフったりですね、こう煽ってチョロが出るんで、そのインサイドアウトなりすぎないように注意しないといけないし、インサイドアウトから打ちたい場合にはやっぱりしっかり左にこう乗って回転しないとクラブがその前の方にダウンブローにならないので、そこはねアイアンで打つ場合難しくなってくるんで、そこ注意ポイントですね。体止まってると良くないですね。しっかりこう回転していくとダフっている方はダフりづらくなりますので、ということで今日はちょっとこういう素振りの練習はこれで、まずインサイドアウト軌道、これをやりすぎてインサイドアウトになった際は、うん、一本強いっていうね動画があるんで、それをやった方がいいんですけど、まあ、そもそもやっぱり割合的にはアウトサイドインで悩む方が多いので、まあ、どうやったらインサイドアウトになりますかっていうのと、その意識した方がいいんですかっていうのは、まあ意識した方がいいっていう一つのちょっと練習素振りとしての、さっきも言いましたけど、これあんま打たなくていいと思います。こういう素振りからまずやって、で小さい動きでちょっとクローズスタンス作って、内側から外側に行くっていうね、そういうクラブ軌道、そしてしっかりそれと同時にこう体を回転させるってことを忘れずに打ってあげられるといいかなと思います。どうですかね、インサイドアウト池田君は意識してインサイドアウトになってますか？あ、自分はインサイドアウト意識してやってるかってことですか？うん、いや今はでもそんなにやってないですかね。最初ってどうでした？野球上がりの池田君はアウトサイドインでした？スライスアイアンが最初、まあ全部スライスですね。というかもうシャンクですね。まあそうね、シャンク、うん、今でも出てますけどね、多分僕も出ますけどね、うん、3ラウンドに1回は出ますけど、でも最初ちょっと途中は意識してましたね。まあ意識してましたね。ムーンサルトショット、名前もっといいネーミングがあったら、ね、はい、コメントしてください。募集中という。打たなくていいんだけどね。で、こう、バックスイング。わっこれ、塔に当たったらそっち、うん、ゆっくりシュッ。まあ、イメトレのね、一つ、うん、ゆっくり打ってみよう。いやでもインサイドアウトの感覚になれると。そう、右足の前インサイドアウト、ベラス球前傾を保ってパワー、こんくらいのスピードでやってあげればいいですね。ということで今日はインサイドアウトのちょっと新しい素振りのご提案ということでお送りさせていただきました。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。